飛鳥村の県立万葉文化館で現在開かれている万葉コレクション展に合わせてギャラリートークが行われました。今回の展示は万葉文化館の開館20周年を記念して開かれているもので、館が所蔵する700点余りの作品の中から日本画60点が展示されています。現在開かれている前期展では2009年までの10年間に収蔵した作品を見ることができます。12月5日にはギャラリートークが行われ、画家ごとにたどりながら万葉文化館の学芸員が作品について解説。同じ作者の日本画でも描かれた時期によってテーマや画風が変化していることなどを説明すると、参加者は熱心に聞き入っていました。万葉コレクション展は前期展が1月23日までで、2010年以降の収蔵作品に展示が入れ替わる後期展は1月25日から3月13日まで開かれます。